セミナーの定刻の時間となりました。5時を回りましたので、今からですね、挑戦的マーケティング IR、コロナ禍でも、躍進する IR とはということで、セミナーの方を始めさせていただきたいと思います。全国の IR の、担当の、皆様、こんばんは。リンクコーパレートコミュニケーションズの一ノ瀬と申します。お忙しい中、当社、また、ログミさんもですね、共催のセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。1時間という短い時間ではございますけれども、今回はですね、サーバーワークス様の、大塩様をですね、登壇者として、ご招待、お招きしておりますので、大塩さんとの、セッション中心でですね、1時間進行してまいりたいというふうに、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日のですね、コンテンツに入る前にですね、皆様に、お願いでございます。本日の講演内容ですね、録音録画ご遠慮いただいておりますが、なんとですね、今日のこの映像コンテンツの内容はですね、後日 YouTube で、アーカイブ配信、そして、ログミンさんの方でですね、書き起こしの記事として、世の中に公開していこうかなと、いうことを考えておりますので、ぜひ、そちらの方でですね、資料等もですね、ご確認いただきたいなというふうに思いますので、こう、まあ、メモを取ったりというところはですね、まあ、適宜、していただいて、ぜひですね、セッションや、大塩さんの話にですね、ぜひ耳を傾けていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。で、本日後半ですね、Q&A、を、用意しております。Q&A はですね、Zoom の Q&A ボタンの方から、投稿いただきたいと思います。匿名の投稿もできますので、後半の Q&A のパートに移りましたら、こちらの方で代読させていただきたいと思います。セッション中もですね、投稿できますので、ぜひぜひたくさんの質問をお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、本日の流れですけれども、最初冒頭は私の方からですね、まあ、本企画の背景ということでイントロダクションさせていただきまして、その後サーバーワークス大塩様のセッション、そして Q&A、 最後はですね、まあ、まとめということで本日の振り返りでございます。はい。ではですね、冒頭は、簡単にですね、このセミナーの、経緯背景を、ご説明したいと思います。申し遅れましたが、司会はですね、私リンクコーポレートコミュニケーションズの一ノ瀬が、担当させていただいております。私はですね、もともと当社のですね、親会社リンク&モチベーションという上場企業がありまして、そちらの方でコーポレート部門にずっと在籍をしておりました。で、そこの会社のですね、IR チームの立ち上げ、そしてマネージャーを担当しており、2019年からですね、 IR 支援、特にですね、近年では IR レポートとか統合報告書の制作、あるいは決算説明会の動画配信、ライブ配信、そういったものをですね、主に制作担当しているリンクコーポレートコミュニケーションズという会社に移動してマネージャーをしております。よろしくお願いいたします。はい。で、私はですね、まあ、もともとキャリアのスタートは経理とか、財務とかからスタートしているんですけれども、IR に携わるようになって、もう5年ほどですかね、になるんですけれども、その中で私が強く感じてきたこと、まあ、これが今回のセミナーの経緯になるんですけれども、IR っていうのは全然こうアップデートされてないなということ、もう一言で言うとそう、それに尽きるんですけれども、まあ、そういうことを強く感じてきました。で、他の活動ですね、まあ、会社の中にいろんな活動がありますけれども、お客様との関係構築、カスタマーリレーションの、活動であったり、従業員や、採用応募者との関係構築、エンプロイリレーションとかですね、そういった活動、いろいろあると思うんですけれども、他の活動は進化しているのに IR 進化してないなということを感じてまして、CR の領域、こちらはですね、ただただ、アホ取りして提案するだけではなくて、リードを作ってナーチャリングをしてという、インサイドセールスや、マーケティングオートメーションの世界が発展してきたり、カスタマーサクセスという領域が進化をしています。
で、従業員に対しても同じですね、採用するだけでなくその前後ですよね、採用のマーケティングをしたりインターンシップやったり、内定した後もですね、キャリア支援、モチベーションマネジメント、リファラル採用、いろいろあります。 IR はどうですか？はい、IR の仕事というとですね、こういったところがよくあるお仕事かなと思います。皆様も多くの時間を費やしていらっしゃるかと思いますけれども、他の活動を見渡すとですね、まだまだ進化できるはず、もっとアップデートできるんじゃないかと、まあ、そういうことですね、私は強く感じておりまして、まあ、そういう話をですね、ログミーさんともお話をしたところですね、いいじゃないかと、そういうメッセージどんどん出していきましょうというような話で、まあ、意気投合しまして、今回ですね、まあ、そういうメッセージを発信する場というものをですね、もっとパブリックにこうやっていこうということで、このセミナーを企画させていただきました。で、その中でですね、今回はですね、まあ、サーバーワーク様のお取り組みというところがですね、こう非常にアップデートのヒントになる部分、多分にあるなということを感じましたので、大塩様をですね、お呼びして、セッションをさせていただくというのが、本日の経緯でございます。ではですね、ここからは第2部ということで、大塩様と、秋元様、お呼びしてセッションをスタートさせてまいりたいと思います。それでは、大塩さん、秋元さん、はい、じゃあカメラと音声をオンにしていただけますか。はい、よろしくお願いいたします。じゃあここからは、ログミの、秋元様に、バトンをタッチしてですね、進行してまいりたいと思います。それではよろしくお願いいたします。お願いします。ではセッションのファシリテーターを務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。でまずですね、まあ、ゲストスピーカーということでサーバーワークスの大塩様の方から、自己紹介をお願いいただけますでしょうか。はい、サーバーワークスの大塩と申します。今日はよろしくお願いします。まあ、今AWS という Amazon が提供しているパブリッククラウドのサービスを中心にお客様にクラウドを提供している会社なんですけど、そちらの方で、バックオフィス全般のですね、統括をやらせていただいております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。じゃあちょっと私の方も自己紹介させていただきます。ログミ株式会社という中でですね、まあ、ログミファイナンスという決算説明会の全文書き起こしメディアをですね、まあ、立ち上げから今、3年程度ですね、ずっと責任者としてやらさせていただいてますと。まあ、目指す世界としては、まあ、個人投資家とまあ機関投資家の情報格差をなくしてですね、まあ、誰でも公平に取引ができる世界というのを目指していますと。でまあ、そんな中で、個人投資家の、コミュニティを支援したりだとか、あとは、まあ、IR 関係者の、コミュニティを、作っていったりだとか、そういったことをお話しさせていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。じゃあ早速、お話を聞いていきたいと思います。まずちょっとご覧になっていただいているのはですね、サーバーワークスさんの、上場から、今までの、株価のチャートですけれども、これすごいですね。綺麗にこう上がっていってるなというのはあるんですけれども、何か大塩さんの方でこの株価の上がりというのはなんか感覚として実感としては、あったりするんですかね。すみません、なんかざっくりした質問なんですけども。そうですね、まあ、本当に直近コロナがあって、意図せずリモートワーク銘柄というかコロナ銘柄みたいなことで最近ちょっと取り出されてるかなっていう感じはあるんですけど、よく見ていただくと9月ぐらいに一旦そこを打って、そこからじわじわとこう上がっていってるんですよね。うん、なんでまあちょっと直近はアンコントローラブル なんか要因が大きいなと思うんですけど、ここのなだらかな部分っていうのはある程度こうやってきたことが功を奏しているのかなっていう気はしています。うんうん、分かりました。ちょっと今回のイベントとは関係ないかもしれないんですけども、まあ、このコロナの中で、どういう働き方されてますか。今当社は完全リモートワークですね、まだ。
はい、2月の下旬、2月17日だったと思いますけど、そこから、段階的にリモートワークの強度を高めていって、原則会社には来てはいけない、感染リスクをとにかく、まあ、減らそうということで、まあ、仕事柄ネットワークと端末があれば基本的にはどこでも仕事ができるので、はい、未だにリモートワークですね。しました。じゃあ機関投資家とかのワンオンワンとかも全部リモートでこなされている。そうですね、今はもうリモートです。今考えればですけど、必ず先方に伺って、お話をしてまた次に行くっていう、それがこんなにリモートでできるんだなっていうのはちょっと驚きでもありますね。わかりました、ありがとうございます。すいません、ちょっと脱線してしまって。じゃあちょっと本題に入らさせていただきます。はい、でちょっと、まあ、時系列的にお話を、お伺いしていきたいなと思うんですけれども、まあ、上場時ということで、まあ多くの会社さんが、まあIPO された直後というのは、その後、まあ、株価が下がっていくと思うんですけれども、まあ、その上場された直後って、次のページですかね、すいません、IR のミッションとか KPI とかっていうのはあったんですかね。そうですね、実を言うと全く右も左も分からなくて、どこの会社さんもそうだと思うんですけど、上場直後に東証に呼ばれて、こんな分厚い適時開示マニュアルっていうのを渡されて、なんか説明を受けるんですよね。なので、まあ、私は本当にズブのド素人だったので、その開示マニュアルにこう実直に沿った形で、法令遵守した形でその情報発信をしていかなきゃいけない。なので適時開示体制をとにかくちゃんと作んなきゃいけないっていうのが一番初めの頭でしたね。うん、もうじゃあその時には特別に何かこう IR としてこうミッションを掲げていたりだとか、何かこうそのための数値を追っていたりだとかっていうのはなかった状態ですか。はい、初めは全くなかったです。まあ、作りようもなかったっていうのは、まあ、キャリアも そもそも IR のキャリアがなかったからっていうところですかね。そうですね、なかったのもそうですし、いろんなやっぱり上場直後って持ち込みというかご提案をいろんなところからいただいて、果たしてどれがどういう効果があるのかってやったこともないので選びようがなかったっていうのが正直なんです。ちょうどその頃私もお伺いさせていただいてっていうところですよね。はい、そうですね、はい、その頃からの、はい、関係でございます。はい、じゃあちょっと次をお願いします。はい、で、まあ転換期ということで、9月をそこからそこで打って、そこからもう右肩上がりに株価が上がっていってると思うんですけれども、まあ、下がっていた時とこの上がり始めたこの転換期というのは何か特別なアクションを起こされたりだとか、なんかきっかけみたいのって IR としてあったりしましたかね。いえ、ないですね。というのも、初め上場直後から6月の、個人投資家向けの証券会社さん主催の個人投資家向け説明会までは代表の大石が基本的には中心になって、私がサポート役っていう形でやってたんですけども、IR のご担当者さんだったら分かると思うんですが、結構同じことを毎回毎回繰り返して話をしなきゃいけないんですよね。代表のやっぱり時間も限られてますし、そういうこうルーティーンなものはもう我々がやろうということで、半期に1回の決算説明に関しては大石が、代表の大石が、ちゃんとステークホルダーさんの前に立って話をする。それ以外のワンオンワンとか、こまごました施策とかっていうのは私が中心になってやるというふうに決めてやってきましたと。で7月の上旬に第1クォーターの決算発表があって、まあ言うても業績が一番大事だろうということで、決算説明資料の拡充というのを図って4月11日にこう発表したんですけども、いい決算だったにもかかわらず株価はどんどん下がっていくし、出来高も全然細っていくしということで、
正直何をやっていいのか分かんない中で、まあ、とにかく他社さんは何をやってるのかなっていうことで、複数社 IR 担当の方にお話を聞きに行ったりとか、まあ、ログミさんが主催された IR3.0 とかああいったイベントに参加させていただいて会社としてのその IR の方針っていうのを模索してたのがその頃になります。何かそこで模索されている中で、まあ具体的にこう変えていこうとかこう糸口みたいなものが見えたみたいなものはあるんですかね。そうですね、まあ上場企業で IR を担当したのが初めてだったので、まあ言ったら証券会社さんとか、まあ、東証とかそういったところが言ってることを鵜呑みにしてたところもあって、とにかく機関投資家とのパイプラインを太くするのが大事だっていうふうに結構周りの方もおっしゃってたので、はい、機関投資家とのこうパイプを作ろう作ろうっていうふうに動いてたんですけども、やってるうちにまだその我々の規模からするとそんなに機関投資家さんがしっかりとうちの株をこうやろう買おうっていうふうには、まあ、規模までは達してないなってなって分かりましたと、はい、そうするとやっぱり個人投資家さんとの対話とか個人の方に興味を持ってもらうっていうのが実は大事なんじゃないかなって思ってた矢先にサイボーズさんとか、うん、ボラブルアジアさん、まあ、今エアトリさんになりますよね、はい、とか、のお話を聞いて、実は避けてた個人投資家っていうのは大事なんだなっていうのはその時に思って何かやらなきゃいけないなっていうふうに思い始めましたね。サイボーズさん、まずサイボーズさんのちょっとお話聞きたいんですけども、サイボーズさんの取り組みで何がなんかこうヒントになったというのはありますかね。株主の空騒ぎってやられてます、はいはい、あれはちょっと衝撃的でしたねあれを拝見して、うちの社長もああやって立たせてひな壇に株主さんをお呼びしてやってみたいなって思ったのが第一印象ですね。視聴者の皆さんがもし分からなかったらちょっとご説明させていただくんですけれども、サイボーズさんはですね、株主総会の前にですね、株主の方に、株主の空騒ぎというのをやるから、登壇しないかというですね、オファーを出すんですね。で、そこで、まあ、オファーを受けていただいた方には、株主総会の、まあ、法的なイベントが終わった後に、壇上に上がっていただいて、恋の空騒ぎみたいな形でですね、社長様とかが株主に対してどんどん質問をぶつけていくという、そういうイベントです。質問の内容もあれですよね、面白いですよね。そうですよね、はい、司会をやられてる方が副社長さんになるんですよね。そうですね、はい、山田さん、ね、はい、あれも素晴らしい掛け合いだなと思いながら拝見してました。もしよろしければ、サイボーズさんのおそらく IR ページとかに載ってると思いますので、ご覧いただければと思います。はい、じゃそういうちょっと、株主を巻き込んだこうコミュニケーションというものがヒントになったりだとかっていうところですかね。はい、そうですね。エアトリさんも同じような感じでしたっけ？エアトリさんは、あそこまでは確かやられてないんですけども、はい、とにかくその発信数を増やすっていうのがおっしゃってまして、はい、でどうやって増やすかというと、過去に発信した PR とかの、今どうなってるかっていうのをとにかく発信するっていうことをやられてましたね。矢戸さんは確か1日1回 IR を打つみたいな、発信するみたいな、確か KPI で掲げてやられてましたよね。そうですね、はい、さすがにそれはできないんですけど、はい、すごいなと思いました。わかりました、ありがとうございます。ちょっと次のスライドをちょっとめくっていただいてですね、次ですね、すいません、ちょっとこの次よろしいですかね。でちょうどその頃
もう、まあ、それ前後にですね、かなり多くのアクション、まあ、このイベントであったりだとかラジオとかに出られてたと思うんですけれども、私が、まあ、いろいろお話を聞いている中でも、いろんな企業様がある中でも結構積極的に出てたなと思います。で、まあ、受けるものは全て、ポジティブに受け取って、チャレンジしてたということなんですけども、その中でこう各、まあ、こういったイベントの中でどれが良かった悪かったとか、まあ、良かったものをどう効果測定してたのかとか、ちょっとその辺のお話をお聞きしてもいいですかね。そうですね、まず、まあ、上の機関投資家向けのイベント、決算説明は皆さん定期的にやられると思うんですけれども、あと、まあ、証券会社さんが主催しているイベントとかっていうのは、特に主幹事の、我々大和証券さんですけれども、大和証券さんからお誘いいただいた投資家向けのイベントっていうのは基本的に受けるようにしてました。で、個人投資家向けは、まずログミファイナンスさんのやつを上場直後にやって、これはまあ代表の大石が出たんですけども、やっぱり反応が良かったんですよね。質問、質疑応答も含めてですけども。なので、ログミファイナンスさんはうちの代表の大石が必ず出るっていうふうに決めて、個人投資家と の, その接点っていうのはそこを中心に作ろうということをやっているうちに、まあ、個人投資家コミュニティって書いてますけども、カブベリーって名古屋の個人投資家のコミュニティなんですけども、カブベリーさんとか、カブベリーさんとまたつながっている神戸投資勉強会っていう、これも個人の集まりなんですけども、こういったところ に呼ばれるようになって、まあ、出向いていってお話をするっていう、そんなことをやってたんですね。で、一番衝撃的だったのは、名古屋でカブベリーさんで何百名ぐらいいらっしゃったと思うんですけど、ここは私と IR の責任者 の大川っていう2名で伺ったんですが、ものすごいその活発に議論をされているコミュニティなんですけど、100名のうち何名ぐらいですかね、ほとんど我々のビジネスモデルって理解されてないっていう衝撃を受けたんですよね。一生懸命決算説明資料とかリバイスしながら分かりやすく作ってるつもりなんですけど、全くもってその理解されてなかった。で、特にその、まあ、クラウドとか Amazon とか AWS っていう言葉は知ってるけど、まあ、言葉知ってるぐらいで実は事業にあまり興味を持っていただいてない、もう持っていただいてる人っていうのはものすごくごく少数だなっていうのが分かったので、これはなんとかしないといけないなっていうのを痛感したのがこのイベントでしたね。そのただ参加者の方はビジネスモデルを理解してなくても理解したいという気持ちは強かったんですか？理解したいという気持ちが強い人はあまりいらっしゃらなかったような気がします。そこはやっぱり難しいところですよね。いかにこう分かりやすく伝えなきゃいけないっていうところですよね。そうですね、まあ、そういうところでやっぱりサイボーズさんって同じその B2B の、はい、言ってみれば個人の方が普段その触ること、まあ、お仕事で使われている場合は別ですけども、個人の方でサイボーズ、キントーンとかを使って機会っていうのがない中であれだけのコミュニティを作れるっていうのは、うん、何か我々にもできるんじゃないかなっていうのを感じました。そうですね、やっぱりこう、はい、サービスのこう理解を求めるというよりも自分たちが成し遂げたい世界を共感してもらおうとか、そういうメッセージがすごい強いですよね。そうですね、うん、サバワークさんですとこうクラウドでもっとこう働きやすくとかっていう理念を抱えていると思うんですけども、やっぱその辺をもっと理解を深めていくようだっていうのが、今後の課題ということではあるんですよね。そうですね、目に見えないやっぱりソフトウェアなので、非常に説明の仕方とか資料作りも難しいところはあるんですけども、そのビジョンに沿って我々が何をやってるのか、どういう世界を作りたいのかっていうところをもっと噛み砕いて、伝えていくっていう必要性っていうのが 今もすぐ
すごく感じてますし、そういう機会ってなんか一回やって終わりではなくて、やっぱりこう継続的にやることで理解度をどん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 増やしていって、それに共感する人を増やしていくっていう積み重ねなのかなっていうふうには思います。ありがとうございます。星野さん、あの質問なんですけれども、あの投資家の方々がビジネスモデルを理解されていないということに今気づかれたわけですけれども、まあ、これまでもいろいろとこう IR 活動ってされてたと思うんですね。機関投資家向けにも個人投資家向けにも。なぜその、IR 活動、多分具体的に言えばクブベビーさんのセミナーで登壇されたというところだと思うんですけど、そこで気づけたのは なぜだったんでしょう。逆に言うと、それまではなぜ気づけなかったとか、もしそういうところにヒントがあれば。そうですね、まず気づいたのは、機関投資家さんのワンオンワンで、それなりにやっぱりこう市場調査とかマーケットをこう分析されている方が多い中でも、 AWS のビジネスとか我々のビジネスっていうのを理解されてない方が結構いらっしゃるんですね。で、継続的にこうワンオンワンをしていただける方っていうのはもう全てを聞かなくてもどうですかでこう終わるんですけど、新しいそのお問い合わせをいただいてお話をする際に、まずビジネスモデルの概要から全部説明していって、どういうその収益構造になっているのかとか、今後どうなっていくのかっていうのを全部説明するんですよ。いや、まあ、このそのそういう割合がやっぱり多い、大きいので、やればやるほど、あ、まだこれこんなに分かってない方っていっぱいいらっしゃるんだなっていうのは、まず機関投資家とのワンオンワンで気づきましたと。そうすると、当然ながら個人投資家さんにこういうこうリーチをする機会がない中で、余計に分からないだろうなっていうのは仮説としては思ってましたね。で、やっぱりカブベリーさんとか行ってみて、あ、やっぱり全く分かっていただけてないなっていうのは立証できたって感じです。なるほどですね。ちなみにその理解されていないなという株主投資家の皆様の理解や、まあ、理解がないということは興味にもつながらないということだと思うんですけど、そこの理解のギャップを、何でこう埋めていかれたのかって少しお話しいただけますか。多分その株価がずっと上がられているということは理解がこう浸透してきたとは思うんですけども。そうですね、これがなんか、何がこれがキードライバーだっていうものって実はないんですけども、というのも、いろいろこうケース KPI 分析してますけど、情報発信数を増やせばじゃあ株価とか出来高が増えるかっていうと、実は全然相関がなかったり、唯一なんか相関が高いのはやっぱりワンオンワンの回数と出来高ですよね。この株価に関してはもう我々何ともしようがないんですけど、出来高は確実にやっぱりワンオンワンを重ねるにつれて増えていきました。なるほど。そんな中でやっぱりこう、まあ、働き方改革とか、まあ、我々もともと会社のビジョンがクラウドで世界をもっと働きやすくっていうビジョンを掲げてもう10年以上やってるんですけど、まあ、そこに働き方改革とかのこう追い風があって、メディアにも取り上げていただけるようになったりして、やっぱりネームバリューのあるというか、読む方が多い媒体に取り上げられることでやっぱり注目を浴びて、ちょっと買ってみようかなって思っていたところがあったのかもしれないですね。なるほどですね。じゃあその理解が進み、興味を持ってくださった方なりメディアの方がさらに拡散を助けてくれた部分っていうのはあったかもしれないっていう、そうですかね。なるほどですね。あとはあれですか、発信数よりは、対話でその理解促進のための双方向のコミュニケーションが多いほど意味があったなっていうような実感がだったんですかね。そうですね。かといってじゃあ発信数を、それこそエアトリさんみたいにとにかく発信数を増やす、多ければいいってもんじゃないけれども、コンテンツなんだと思うんですよね。それがこの会社が何やってるかとか、この会社の株買ってみようかなって思えるような
内容でこうちゃんとこう腹落ちができるかどうかっていう内容だと思うんですけど、うんうんうん、なのであの発信数が少なくてもダメだし、あの相関がないからといって発信するのは意味がないっていう話ではなくて、なるほどなるほど、はい、発信はし続けなきゃいけないと思うんですけど、その発信していく内容っていうのは非常に重要かなと思います。なるほどですね。質的観点っていうことですかね。なるほどですね。ありがとうございます。発信していく内容なんですけれども、まあ、あのその投資家のレイヤーによって変わってくると思うんですけれども、例えばこうまだ認知してない人向けにはこういう発信をしていこうとか、もう認知はしてもらってて、なんとなく会社は知ってもらってる人には、違う発信の仕方をコンテンツを変えていこうとか、逆にも比較検討まで来てもらっている投資家に対しては最後の背中を押すようなこういうコンテンツを発信していこうとか、そういった部分までは考えられてますか？いや、まだそこまではいけてないですね。ちなみにそのどういうコンテンツがこう刺さりが良さそうだっていうところの手応えみたいなところはありますか？あの御社の場合の具体でもし何かあればお聞かせいただきたいですけども。そうですね、なんかやっぱり分かりやすさなのかなと思ったのは、4月の頭にあの四季報オンラインで在宅勤務で取り上げていただけたんですよね。でその後、まあ、直近だと日経新聞の方でテレワーク、まあ、在宅勤務とかテレワークとか、あの皆さん身近にこう接するキーワードと会社の事業っていうものがこうリンクすると途端にその出来高が増えるというか、あの興味を持っていただけるっていうのがあると思うので、いかにその分かりにくいこうカタカナ横文字アルファベットでなんかあのクラウドなんちゃらサービスとかってあの言いたくなるんですけど、そうじゃなくてなんかもっとその寄り添った形で分かりやすいようなキーワードで伝えていくようなものがあれば個人の方にも響くのかな。なるほどなるほど。でその個人投資家の方が理解できる共感ができる言葉流動っていうものを意識してコンテンツをこう発信されたっていうところですかね、うん、まあ、取り上げていただいたっていう感じですね。なるほどですね。ありがとうございます。あと今ここに書いてあるまあイベントの中で今あの良かったところはおっしゃっていただいたと思うんですけれども、逆にまあ効果がなかなか見えなかったとか、まあ一回やってきて、まあその結果一回やってみて結局次からやめようとか、そういったものってあったりしますか？多分あの IS のご担当の方は皆さん聞きたいのかなと思っていてちょっと言いづらいんですけど個人投資家向けのその説明会、もう本当にあの初期の頃にやったあの証券会社さんに、あの証券会社さん の, その当時は富裕層の方々を集めていただいて、証券会社さんの会場を借りて話をしたことが2回あるんですけど、まあ富裕層の方っていうのはやっぱり年配の方が多いので、クラウドとか、まあ、ちょっと我々の事業を理解していただくリテラシーがちょっと合わないですね。一生懸命そのカタカナ、うちの社長がカタカナ使わずにとか、あのとにかくその分かりやすく説明をしたつもりなんですけど、あの無反応だったんですよ。でこれはやっぱりそのターゲッティングを間違えてるなっていうのは分かって、それこそその IR3.0 とかログミさんとかで PTX 使ってその入ってこれるような人じゃないとクラウドとか AWS というのは理解してもらえないんだな。となると我々のターゲットはそういうこうお金を持っている、富裕層ではないな、年配の富裕層ではないなっていうのは分かりました。なのであの個人の投資家を対象にする際には、あのいかにお金を持ってても IT に興味がないとか、うん、IT リテラシーの、あの低い方にはあまりリーチができないんだなっていうふうには感じています。うん、わかりました。ありがとうございます。
それはどうやって気づいたんでしょうか。こうちょっと うまくはまってないぞっていうのは、何か指標を見られていたとかありますか。アンケートをその後いただいて、そのアンケート結果を見ると、全く意味がわからなかったとかちょっと衝撃的な、社長ちょっとへこみましたけどなるほどですね。出来高とかもあれですか、反応があまりとか、そういうのはありましたか。うん、そこも反応がなかったですね。逆に上場後のそのこの下り坂のところでやってるんですけど、全くもって反応しなかったっていう感じですね。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。次行ってみましょうか。はい、行きましょう。社内の反応はっていうところなんですけれども、アイアンの情報を、積極的に出されていた時期がかなりあったと思うんですけども、その時社内から何かフィードバックがあったりだとか、なんかポジティブ、もしくはネガティブの何か反応があったとかもありますか。そうですね、あんまりそのこう目に見えた反応っていうのは実を言うとないんですけど、確実に言えることは IR ってちょっと特殊なものだってみんな目で見てると思うんです。社内って担当のセクション以外は、はい、というのも、TD ネットとかああいったこうお作法にのっとってやらなきゃいけないことも多くって、こんな分厚いマニュアルを見ながら、なんか小難しいことをやっているなっていう印象だと思うんですよね。何やってるかよく分かんないみたいなところはあるんじゃないかなと思うんですけど、ただ私が思うのはその IR って確かにそのインベスタリレーションということでステークホルダーとか株主さんとの対話をリレーションを張ることだと思うんですけど、結果的に今我々に生じていることっていうのは IR がうまくいくことによって、会社への応募者数が増えたりとか、それが採用に非常にいいように働いたりとか、その四季報とか日経新聞とかいろんなところでこう取り上げていただくことによってリードパイプラインっていうのが増えたりだとか、これは営業側面、マーケティングの方には生きてくるとか、いろんなところでこう実は余波というか関係性が生まれてるんですよね。やっぱマーケティングの担当者っていうのはその、念願の日経経済にこう取り上げていただいたって喜んでくれてましたし、採用の方もおかげさまで新卒含めて採用応募が増えたりだとか、そういった波及効果っていうのはすごくあるかなと思います。そうです。社員の皆様には何かこう特別コミュニケーションを取ったりとか、そういう IR 情報を知ってもらう、例えばインナーのコミュニケーションとか、そういうことは何かされていらっしゃいましたか。それとも外的なこのメディアの中で取り上げられて、おちょっとなんかうちの会社いいぞとかっていうことを外から知るっていう、パターンもあるかなと思うんですけども、どういった流れで社員たちっていうのはこう情報を知っていた感じですか。そうですね、社員インサイダーの情あれもあるので、同時ですかね、社内と社外って責任者というか関係者以外はほぼ同時に見てるかなと思います。で、こんなことやってたんだなってそこで知るっていう、本当はもっとこんなことやってる、あんなことやってるっていうのをこう知ってほしいなとは思うんですけど、ちょっとそこは課題感として持っていて、これからそのどんどんその現場を巻き込んでこの会社っていうのを知ってもらうっていうようなコミュニティ作りっていうのをやっぱりその全社 一丸でワンチームでやっていきたいなと。もう我々が定量的なものとかを言うのは当然ですけども、定性的なところとかって IR の担当者が言うよりも現場の生の声を伝えてもらった方が分かりやすいので、そういったところはなんか
巻き込んでいきたいなとは思ってます、ね。IR の注目度っていうのは社内でも高まっていますか？結構 IR 情報を社員たち誰も知らないとかですね、そういう上場会社さんもいらっ残念ながらいらっしゃったりもしますので、うん、そのあたりっていうのはどうですか？一生懸命選挙をしてIR のタブを押すとこんなのがいっぱいあるよっていうのはことあるごとに言ってますね。なるほどですね。じゃあ徐々にそういうところの社内での注目なりリテラシーっていうところもこう上がってきているような手応えっていうのがあるんですかね。そうですね。特にやっぱり決算説明資料とかって、数字もいっぱい載ってますけど、いかにこう分かりやすく会社のこう決算その期間の状況を伝えるかっていうのがキーになってるので、うちの社員にもぜひ見てほしいし、やっぱり自分の会社をもっとよく知ってほしいんですよね。技術の会社なんで技術さえ分かればいいじゃなくて、定性的なところも定量的なところもどういうこう経過で今どんな状況なのかっていうのをよく知ってほしいなと思って、なので決算説明資料にはしっかりとやっぱり時間をかけて作って、社内外問わず見てほしいなと思って力を入れているところです。ありがとうございます。じゃあ次の質問いきましょうか。IR はどのようなことが大切というところで、上場直後から 今までやられてきたと思うんですけども、その中で感じられていることをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。そうですね、なんか繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、あんまり IR って言葉実は好きじゃなくて、もうさっきのようにその採用もそうですし、営業的なところもそうですし、いろんなところにこうやっぱり波及するものだと思っていて、当然だからその株を買っていただく機関個人問わず、株主さんに対して、説明責任っていうのを果たすっていうのは当然なんですけど、一定のそのお作法を守りつつ、もっとその会社の手なりを知ってもらうために、あんまりこう従来の IR っていう概念っていうのは、これ秋元さんと、ね、石野さん同じだと思いますけど、凝り固まったやり方っていうのは捨てて、もっとそのマーケティング要素の強い会社をこう知ってもらうことが大事なんだろうなっていうのは感じてます。なるほどですね。ちょっとそこを踏まえてですね、次の、今後の戦略っていうところなんですけれども、何か今大塩様の中で、今後 IR で新しいこういうことを、チャレンジしていこうかとか、あとは、そもそも活動自体をこう変えていこうかとか、その辺の、アイデアであったりだとか、 もしかしたらもう計画があるのかもしれないですけども、話せる範囲でいいのでちょっとお聞かせいただけますか？そうですね、これも去年の下期のキックオフで社内にはこんなことやっていくよって発表したんですけど、まだちょっと手をつけられてないのが、その先ほど言った、サイボーズさんを習った我々ならではのなんかこうコミュニティ作り、株主コミュニティ作りみたいなものを、やっていきたいなと思ってます。携わってるのがパブリッククラウドって言われている、クラウドって雲の方ですけども、雲じゃない R の方のクラウド、我々のファンになってもらう、サーバーワークスのファンになってくれるようなその株主のコミュニティ作りっていうのを、作っていきたいなっていうふうに思っていて、これをどういうふうに実現しようかなと、ちょっとコロナで中座しちゃってるんですけども、東京オフィスのちょっと離れみたいなところがあるので、そこで定期的にイベントを開催して、時にはそのエンジニアにも出てもらって、我々が作ってるその SaaS のサービスをこういうふうに使うんですよとか、もっとその
AWS だったりクラウドだったり我々の事業を体感していただくような場所が作れるといいなと思ってます。次の、資料のところにですね、お写真が、これがですよね、離れのこの風景ですよね。そうですね、離れっていうと怒られるんですけど、アネックスっていうんですけどはい、これちょうど株主総会、今年の株主総会をやった時の写真だと思うんですけど、エンジニアが定期的にコンテンツを YouTube で発信したりなんかしていて、はい、意外といい機材が揃ってるんですね。はいはいはい。なので、そういう動画の編集なんかも社内でできるようになっているので、どんどん我々も IR としてもそういうイベントだったり、イベントの動画とか、そういったものをこう開示していったりとか、蓄積していって、よりこう会社に触れる機会っていうのを増やしたいなっていうふうに思ってます。わかりました。ありがとうございます。次が、もうこれで終わりでしたっけ？もうこれで、そうですね。はい。ありがとうございます。いやでも、本当にそうですよね、ああいうマーケティング的な考えっていうのは本来あるべきですよね。なぜ逆に今までなかったんだろうっていうのはすごい不思議で、そうです。大島さん、多分もともとのキャリアがどちらかというと、事業の方にドメインを置かれてたと思うので、それこそマーケティングっていうのは、もう根底にあるものだと思うんですけども、やっぱりその辺が一番、変えられるところっていうのは感じられるっていう部分ですかね。そうですね。なんかマーケット、IR はもっと自由でいいって、一ノ瀬さんか秋元さんかおっしゃってましたよね。いや、まさにその通りだなと思っていて、やっちゃいけないことはやっちゃいけないですけど、そのやっちゃいけないことってそんなにないと思うので、そうですね。なんか本当に私もいろいろと上場企業の IR の、担当の皆さんとお話しされるさせていただきますけれども、やはりそのこうある意味その、やらなければならない、ルールや規制っていう中でどうやるかということをこう苦労されていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、本当はもっともっといろんなことができるような気はするんですよね。でもう少しそういう自由な発想であったりとか挑戦的なところも一社一社挑戦できるポイントっていろいろあると思ってまして、で大塩様は今サーバーワークスという会社の中でいろいろ仕掛けられている、こういう挑戦をされていらっしゃるので、何かそういうこうチャレンジ精神というか、そういったところがぜひ視聴していただいている皆さんにも伝わったらいいなというふうに、私も思っております。はい、それではですね、時間も、そろそろ残りわずかになってきましたので、質問ですね、Q&A に入っていきたいなというふうに思います。いくつか質問いただいてますね。じゃあ、これ、すみません、これにしましょうか。コロナ禍による、新状態、ニューノーマルですよね。で、これからの個人投資家向けの説明会は、どのように開催される格好になっていくと推察されますか？そんなご質問いただきました。お嬢さん、はい、いかがでしょうか？そうですね、しばらくやっぱりこうどっかに集まって会場に集まってリアルにやるっていうのはないだろうなと思っているので、ストリーミングとかアーカイブされた動画配信とかそういった形態になるんだと思うんですね。で我々も今度7月、4月に第1クォーターの4月じゃない7月に第1クォーターの決算発表がありますけども、通常であれば証券会社さん の会場を借りてそこに集客してやるっていうような
形を取るんですが、もう機関個人問わずオンラインでやってしまおうかなってちょっと思ってます。かあのです、ね、先ほどのアネックス の説明で、はい、ありがとうございます。ちょっと質問かなり多くなってまいりましたので、僕一個聞いていいですか。来てる質問でですね、はい、自由な IR をされてる点でですね、コア、これいいですね。自由な IR をされてる点で怖さはないのですか。自由な IR の怖さですか。いや、怖さは常にありますね。言ってまだそんな自由にやりきれてないので、そんなに言うほどでもないです、はい、これからもっとこれからだと思いますね、はい、ありました、ありがとうございます。あとはそうですね、これ言ってみましょうか、高齢の投資家が自社を理解してくれない中、若手の投資家にはどのような IR 施策が受けますか。若手ですか。まあ、若い方で我々に興味持っていただいているというのは、やっぱりこうクラウド その市場とか、まあその中でのプレイヤーの相対的なポジショニングとか、そういったものってまあ、ご自身がユーザーだったり、興味持ってらっしゃる方とかだったら大体分かっていただけるので、若い方というか、リテラシーの IT リテラシーの高い方というのは、実を言うとそんなに苦労しないんですよね。逆にリテラシーの低い方に対してどうリーチしていくかっていうところの方が課題かと感じてます。なるほどですね。じゃあまあどちらかというと年齢でターゲットを見ているというよりは、リテラシーというところを一つ軸に見られているということですかね。そうですね。なるほどですね、ありがとうございます。あとはあとはでは、はい、個人投資家説明会に関する費用対効果はどのように考えていますかと。はい、個人投資家説明会はそういう意味で言うと、大きな証券会社さん主催のやつはもうやらないですね。費用対効果が全くなかったかなと。まあ、分かんないんですけどね、それも本当に。あの時の方々が今買っていただいているのかもしれないですけど、それがやっぱりこうトレースできないっていうのが、やり続けられない理由の一つでもあるんですけど、そうですね、なんで、まあ、そこは今、ログミーさんに絞ってやってたりだとか、あと、先ほどの、個人投資家のコミュニティさんの方は、まあ、言ってみれば、お声掛けいただいてやってるので、もう僕の時間だけですから、ほぼほぼコストかけずにできてるかなって感じです。いました、ありがとうございます。ありがとうございます。お時間もあれなんです、最後一つにしましょうか。そうですね、あ、じゃあいいねが集まってる中からいきましょうか。はい、じゃあ個人投資家向けのイベント開催の段階から機関投資家へのアプローチへ移行したフェーズのお話伺いますかというご質問ですね。ですね、機関投資家とのワンオンワンはこう追っかけてみると、やっぱり6月ぐらいから始まってるんですよね。で、初めは本当に数が少なくて、もうお声掛けいただいたところにはとにかくホイホイ言って、もう一切断ってないです。で、それをやりつつ、まあ個人投資家の説明会もやっぱりやらなきゃいけないねってやってみた。6月が大ごけして、やり方考えなきゃいけないねっていうことで、ログミファイナンスさんで、まあ、書き起こしがあるので、ウェブでいつからでもその代表のこう発言とかかけたりとかできますから、そういう意味で非常にいいコンテンツだなということで、そこに絞ってやった、そんな流れですね。そうですね。
まあ、ログが取れるように追いかけられるようにっていうところは活用されてたってところですかね。わかりました。ありがとうございます。質問多数いただいているんですけれども、少しちょっと時間も残りわずかというところでございますので、Q&A はちょっと一旦ここで、終了とさせていただきたいと思います。あ、ちょっとだけいいですか？あ、はい、どうぞ。大塩さん、この Q&A なんですけれども、はい、後でまとめてお渡しするので、このログミンファイナンスの記事の中に、お答えいただいたものを載せさせていただいていいですかね、答えきれなかったもの。はい、どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。それ素敵ですね。ありがとうございます。はい。ではですね、残り5分程度になりましたので、本日のまとめというところに移ってまいりたいなというふうに思います。あ、こちらはもう終了しました。はい、本日の振り返りです。大塩様からですね、いろいろな角度でお話しいただきましたけれども、学んだことということでですね、ちょっとまとめ、作ってみました。一つはですね、IR から SR へということでですね、投資家だけを見るのではなく、この活動を通じてステークホルダー全体とのリレーション構築、まあ、そういう視界で活動していくのはどうでしょうというメッセージだったかなというふうに思います。ということですね、まあ、IR 活動とその他の活動を切り分けるものではない、要素還元的なものじゃないというようなことだったのかなというふうに思います。これすごく大事な観点かなと思いました。あともう一つですね、共感を紡ぎ上げる相手を選ぶということ、これも一つ学びとしてあったかなというふうに思います。まあ、無思考にですね、目の前に用意されたこうお金のある方に広く知っていただくということをやりがちな部分はあるかもしれませんけれども、やはり最終的にはこうファンを作ってというところかと思いますので、共感性のある方、これをある意味選んで、ターゲットを絞って関係を深めていくということ、それをサバワークス様は非常に意識されて活動されているのかなというふうに感じました。大塩さん、いかがでしょう、この本日振り返りですけれども、感じたこと、感想、はい、最後一言いただければ。すいません、なんかスペシャリストでも何でもないのにこんなにご質問とかいただいてご興味いただいて拙いお話で申し訳ありませんでしたって感じなんですけど、私がズブの素人なので逆に言うとあまりこう IR の常識にとらわれずにやれてるところはあるかなと思っていて、まあ、本当に IR っていう言い方好きじゃないって伝えましたけど、本当にステークホルダーリレーションかなと思っていて、そういう意味でやっちゃいけないこと以外は何でもやっていきたいなっていうふうな思いでいますね。なのでこれからこういろいろとまだちょっとこうコロナがあっていろんな制約がまだあるんですけど、段階的にでも何かやれることは手つけていきたいなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。はい、ということですね、本日は、サバワークスの大塩様、お招きしてセッションさせていただきました。ありがとうございます。で最後ですね、当社と、ログミからですね、お知らせということで締めくくらせていただきたいと思います。秋元さん、お願いできますか。はい、すみません、私どものサービスを簡単にご紹介させてください。で、まあ、ログミファイナンスではですね、決算説明会を全文書き起こししてですね、タイムリーに記事を公開いたしまして、あとはさまざまなパートナーサービスですね、機関投資家が見ているようなデータベースであったりだとか、個人投資家が出ているような投資情報サイト、あとは一般のニュースサイトですね、スマートニュースとか、ニュースピックス、そういった媒体に同時に配信することによってですね、多くの投資家に情報を届けるということをやっておりますと。でもう一つ、個人投資家向けの IR セミナーということで、まあ、今回のセミナーの中でも、何回か出てきましたけれども、非常にですね、リテラシーが、まあ高いというか、若手でですね、研究熱心な投資家をいっぱい抱えてますので、中身の濃い IR セミナーをさせていただいております。ぜひこの辺ご興味ございましたらご連絡いただけますと幸いでございますというところですね。あともう一つなんですけれども、
今このコロナ禍においてですね、皆様決算説明会であったりだとか、あと個人投資家向けの何かイベントとかもですね、なかなか開催しづらいという現実あると思うんですが、今日こうやってやらさせていただいているような Zoom のウェビナーというのもですね、導入支援をですね、すべて無料でさせていただいております。内容としてはこの、集客用の LP の作成設定方法であったりだとか、あと当日運営に必要な台本のドラフトの作成、あとはリハーサルとかですね、参加させていただいてフィードバックさせていただいている。あと今日の内容もそうなんですけれども、これをそのまま録画されております。でそれを YouTube 上に動画にアップする際の簡単な編集作業とか、この辺を支援させていただきますので、もしご興味ございましたらですね、アンケートの内容でチェックをしていただければ、私どもの方からご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後当社からも少し、ご案内させていただきます。当社もですね、個人投資家向けのオンラインの説明会をさせていただいてますけれども、私たちですね、個人投資家向けの、オンラインの説明会でですね、リアクションボタンというものをですね、画面に設置をして、投資家の、共感度合いを、データ化する、可視化する、そういったサービスもやっております。対話という意味でダイアログと、呼んでおります。平たい話、いいねボタンなんですけれども、結構 IR やってると、その情報の、量とかですね、数っていうところにこう囚われる。先ほどもお話ありましたけれども、ただ大事なのはやはり共感されるコンテンツかと思いますので、どこにその共感の接点があったのか、何が逆に共感を遠ざけてしまっているのか、こういったところをですね、しっかりとこう可視化をしていくっていうことはですね、IR 活動なかなかなかったかなと。というふうに思ってまして、私たちはそこを可視化する支援をしております。これをするとですね、オンラインのプレゼンテーションの、状態を、可視化してですね、あ、この話が刺さったんだなとかですね、あ、この話もうやめようとかですね、もっと言葉を変えていこうとかですね、そういったことが PDCA のきっかけになるかなと思っております。こういったこともですね、当社の方ではさせていただいてますので、ぜひ、興味があればですね、お声掛けいただきたいと思います。はい、以上でございます。最後は宣伝ではございましたけれども、今回のセミナーの趣旨としてはですね、やはりこの IR というステレオタイプの強い業界、慣習を、なんとかぶち壊せないかなと、風穴開けられないかなということでですね、そのきっかけとしてぜひサーバーワークス様のお取り組みを紹介させていただきたいということで実施させていただきました。で、今回こういった取り組み初めてなんですけれども、ログミさんとはですね、もっともっといろんな観点でいろんな登壇者を呼んで、実施していこうということを企てております。で、次回予告ですね。はい、こちらでございます。次回は若手個人投資家が登壇ということで、今回もたくさん話に上がってきました。個人投資家という方々が何を考えているのか、その本音に踏み込むと、かっこ仮ではございますけれども、こういった内容をですね、また来月、7月下旬に開催、企画したいなと思っておりますので、こういった形で、できれば月1回、できるかできないかですけれども、そんな頻度でですね、この業界にメッセージングをしてまいりたいなと思いますので、ぜひご興味ある方はまたその時お会いできればと思います。秋元さん、何か最後ありますか？いや、次回予告の部分なんですけども、これ本当にターゲットを知ることっていうのは本当に大事だと思うので、でないと何の情報を発信するのかわからないと思いますので、非常にヒントになるのではないかなと思いますので、ぜひ皆さん、ご視聴いただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、少し1時間押して、しまいましたが、これにてですね、セミナーを終了とさせていただきたいと思います。最後、アンケートのご連絡ございますので、ぜひご協力いただきたいと思います。本日はですね、大塩様に、お越しいただき、セミナー実施させていただきました。大塩さん、本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。こちらこそ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきました皆様もどうもありがとうございました。またぜひ、オンライン上でお会いしましょう。それでは失礼いたします。